神羅高校のアディショナルで追加されたレビオンの正義は、既存のレビオン軸を強化し環境デッキにも対抗できる存在となった。今回はネタとか関係なく普通のデッキ紹介みたいね。なんだか見かけないカードがあるみたいだけど、ネタ全振りじゃなければ安心できる。疾走連打で OTK を狙っていくぜ。違った、いつも通りだった。1ターンで20点出せるギミックがあるのか。疾走、分身分身分身。そんな天神みたいな言い方されましても。そのネタ知ってる人いるの？変人だから、できたこと。おいやめろ。過去を背負い、未来を掴む。私だって戦えるんだ。天井前にモノスキン引き当ててやったとマリサだぜ。言うて200パック以上向いたけどな、トレイムです。毎回診断開始か終わる直前のタイミングで引くよね、とヨウムだよ。シンラパックのスキン1枚も回収しないまま診断迎えると思ってたから安心したわ。再診断以外はパックを手に入れる手段がないからルピで引くしかないんだけど、ルピも診断に投資するから過去のスキンが永遠に回収不可能に。特にローテで使えないパックは完全に別枠扱いだから、まず見ることなんてないわ。スピネ、ケルベロス、アルミラージと欲しかったやつだけ器用に外してるんだ。なおバンプは全て回収完了している模様。スキンがバンプエルフの組み合わせなのは10か絶結と同じ。バンプエルフだけスキンの種類多くない？供給過剰で事故ってるんだけど。それウィッチの前で同じこと言えるの？ウィッチスキンの多さはもはやギャグの領域だろ。コラボカード込みで総スキン数ダントツ1位のウィッチさん。神羅環境勝率もダントツワースト1位で無事死亡。アンリミで一生暴れてるドロシーって化け物がいるんだよな。最近はドロシー抜きドロシーの方が主流ってご存知でない？ごめん、ちょっと何言ってるかわからないです。ドロシーがいないのにドロシーの名を使っていいのか。コウモリ抜きコウモリだってあったじゃん。それ自称バンプでは？そうだよね。一枚のカードで軸を支えてるタイプの構築はそいつが抜けると崩壊するのが辛い。アーカス、チェキババは崩壊したよ。エイフはデウスエックスマキナがいなくなってもギリ戦えてるか。ただし勝てるとは言ってない。はよ、マキナリメイクはよ。それよりオートメーションの互換カードがいるでしょ。次ローテで使えなくなるのは絶対ヒバックか。どんな奴がいたっけ？リザ、ダセすぎた。バンケンケル、リーチェナオートメーションに対使え。ネメシスだけ影響重くね。診断で強化するのよ。きっと、PP 残し軸なんてクソダサね。ネーミング効果がチラチラしてる今現在何の期待も持てないわ。てかアディショナルでモデスト追加されたのに優待使いまで落ちるの？一方で血統者モルディカイが落ちた後に強化されたリアニジクとかいう敗北者。バトルフォンシーがあるとのシナジー半端じゃないからまだセーフ。アルティメットコロシアム、診断は自然な寺みたいなパック共通テーマがない。各クラスごとに新軸を実装するっぽいな。ここまで判明してる情報的には歳月流りのプリコネコラボ会ってことであっちのキャラが何人か来てるわよ。おみんな可愛いじゃないか。おじさんが相手をしてあげよう。キモい。キモいはともかく臭いはやめや。まあパック限定スキンの強化は確かに可愛い。まあタウィッチか。だがこいつ引き当てるのに魂かけるわ。販売リーダーもプリコネから来てるよ。露骨な集金を。いいぞもっとやれ。レビオンももっと追加されるといいわね。種類が増えるほど強化されるタイプだからな。せっかくだしこのデッキにちょっと触るか。実況動画って本来そういうものなんだけどね、素人さん。ちなみに引くけどこのデッキ強いの？今の環境で撮影ついでにグランプリに持ち込んだが A グループ決勝進出決めた程度には強いぞ。多少変なカード入れたところでベースは純レビオンだから事故も少なかったし、やることも序盤からボードアド取って殴るだけなシンプルなスタイルだしな。シンラアディショナルのレビオン定義は1コス捨てるながら平気で4から7点飛ばす。ハンド上限が9だから最大打点も9。1コスで出していいダメージじゃないわね。基本的には3ターン目除去してユリウスを展開、4ターン目3コスフォロワーと合わせて除去、6ターン目レビオンの探索者と一緒にプレイって感じで、フォロワー展開プラス余った1コスでダメージを飛ばす使い方が多い。6ターン目探索者のサーキで整備を引っ張ればそのままプレイできるの無駄がなくていいね。サーキ先が両方レビオンだから勝手に2点が約束されるのも素晴らしい。相手は自然エルフ、1体でも盤面残すと展開の起点にされるから全処理で。何この小さいアルベール、超可愛い。ルネスはエンハンス3で2回行動する実装を持たないミニアルベール。ハンドのレビオンカードの枚数だけ消すがでかくなるから展開の隙間に置くと長生きしてくれるぜ。エンハンス3は10ターン目に君臨する猛虎と同時に出せて、猛虎のファンファーレ起動から進化込み14点コンボができるライン。相手のデッキなんか珍しい構築だな。シンシア採用とは。しかも刺さってるし、スタッツが優秀すぎる。あのシンシア倒せないな。いや倒せはするんだけども、横の小型妖精には触れないと。進化で強力な除去ができるレビオンのユニックハイとピッチューワルツがそれぞれ3積みされてるのに、序盤に切ったワルツしか引いてないな。今引いたぜ。おせピッチューワルツのエンハンス6でシンシアを消せば進化で全処理出したのに残念。まあいいよ、これくらいはハンデハンデ。全力で殴りに行くとワンキルコンボ決める前に相手が爆発するし。あ、そういえばコンセプトはそっちだったね。プレミってほどじゃないけどおかしな動きをしてるなって思った人、間違ってないわよ。全てはコンボ決めるために条件満たすことを優先したり、
接戦を演出したり、ほどほどに手を抜きながら戦ってるから、単純に勝つことより他のことを優先する実況者特有のプレイング。相手を倒さず、自分が負けないようにしながらコンボ以外のリーサル手段を消し、勝つコンボが成功するよう手加減しながらコントロールするって案外難しいんだぞ。くだらんところに頭働かせるな。自分のリーサル手段を消す必要性ってある？だってシャドバ税数グプレミだ。警察だって指さしてくるじゃん。他のカードゲームもっと寛容なのにこんなに厳しいのシャドバくらいだぞ。プレミはともかくな熱は良くないと思うの。公開情報でリーサルなければいいんだよ。失踪1枚で負けるって状況でトップから引かれなくて命拾いしたって状況あるだろ。あれだってもしかしたらコンボ狙いで遅延してただけなのかもしれない。ええよ、要は相手にバレなきゃいいんだ。リーサル見えてるのに明らかな遅延、価値観からのエモート煽りは確かに犯罪だとは思うけど。よかったね、このゲーム緊急脱出用の自爆ボタンあって。あれ、リが出てきたぞ。さっきアクティブ名いたよな。名をサーチしてでも最大コストのフォロワーをサーチしたかったのか、それとも中盤までに名を全部引いて後半のサーチに使うためか。アイリーネかオムニスでユリウスを処理して欲しかったのに余計なバーンが飛んでるな。オムニスの返しでエンハンスアルベール全処理&デッキ圧縮するつもりだったのに、このままだと分身ベールパンチで普通にリーサルが見えてしまう。リーサル見えて投げ振ってどういう状況なの。頑張れ相手、そこからゼロコス4号失踪3体くらいだぜ。アニエスさんは神の鉄槌が下ろされました。おアニエスよ、ナーフされてしまうとは情けない。これまで数々のシャドバユーザーを切って落としてきたからね、当然の措置である。突然ですがここでリーサルクイズ。このターンで13点だぜ。え、嘘リーサル、お前言わなきゃ視聴者の半分は気づかないんだから黙ってろよ。だとしてもエンハンスアルベール出さないのはどう考えても不自然だろうが、相手もちょっと事故ってたしこれでイーブンなんだよ。空気読めよ。ぶっちゃけ気づいてたけどハンドに分身の術揃えるの大変なんだよ。空気読めよ。分身の術は確定サーチ手段がないから、素で3枚は光る右手が必要だけど、とりあえずさっき言ってたリーサルだけ高額のために教えてくれない。甘えんな、自分で考えろボケが。おい実況者こら。エンハンスレディオンシスターズ登場でアルベールのエンハを解除。ココスアルベールを分身させて自身の効果で攻撃力4の疾走2体を引き寄せ、盤面の5点とアルベ疾走 4×2 で13点よ。はい、レディオンシスターズにそんな使い方があったなんて。意図的に HPP だけ使えるエンハシスターズは1枚で3枚になる爆アドスペル。7ターン目以降フォロワー3体サーチ突進が約束される上、整備の打点も上がる。1ターン目に1コスプレイで次の2コス22サーチが安定するし、ネームをチョイスしておけば盤面次第で3ターン目4、3突進なんてことも。ムイムとモイムどこ？ここ？本当はいるのかもしれないね。いたら同じ人が CV やるのかしら。シスターズ3人とも同じところから声出てるってだけでもびっくりだけど。このターンは1回エンハールベールで盤面処理。あの狼を放置はさすがに無理だった。団長もオムニス殴ってやろうとしたが反射的に顔殴っちゃったぜ。もう無理して20点出す必要は全くないんだけどね。あ、結局そのワンキルコンボの方法聞いてないんだけど。もう成功しないだろうし簡単に説明しておくか。やりたかったことは単純で、スローリーコアを置いた状況でおでんを直接召喚。分身で4体にした後進化バフするだけだったんだが、レジオンの安定性が高くてそれ以前に勝ってしまうという事故。もしくは分回り失踪に殴り殺されるか。相手が甘く心鉄じゃなくてよかったわね。ハグが、速さのスタン落ちを震えてまて。最速3ターン目で3コス4号必殺守護失踪12点用意するハグを許すな。はい、いくらなんでもそんなことは不可能ぜ。1ターン目フェアリーサークル、2ターン目フェアサフェアサ次アマツ。それは勝てないよ。考えうる理想の回り方したアマツエルフに勝てるとすれば、同じくドローカードまで全て理想の引きをしたAFネメシスくらいでしょうね。ダメだ、これ以上遅延するとおでんを刺激する可能性の方が高くなる。次で最大15点出せるから、このターンでおでんの直接召喚条件満たしておこう。10ターン目に15点か。ユリアスや序盤で削った分込みでギリギリ勝てる範囲かしら。この構築はネタ寄りに組んであるから、空いているの枠にコアが入ってるし、少しでも分身の術にアクセスするためにウェポンディーラーエルミスナーを採用してある。この辺を猛虎バフで8ターン目7点失踪コンボを狙えるクイブレに変えたり、10ターン目にフォロワー破壊しながら10点出せる用途を椿にするといいかも。空いているの10ターン目なら猛虎確定サーチしてそのまま8失踪、ナチュラに依存しないでエリオンを入れると仕事バフの確保にも。ただ椿を採用するときは破壊フォロワー稼ぎのためにオースレスナイトやキャノンスマッシャーを採用しがちだけど、それはおすすめしないわ。アクセラ猛虎だけでも7、8ターン目には10体破壊なんて達成してるだろうからな。フローラルフェイサーも高校4ターン目展開としては悪くないけど、ワルツユニ使いで処理を優先したい。グルタ怖い。だからヤブンハール3積みしてるんだよ。ともあれ守護1枚くらいなら貫通してリーサルだな。アルベールダスカールで分身で済むいだけど、リーサル計算めんどくさいからとりあえず動くわ。何もせず悩んで時間を使うか、とりあえず動くか、どっちがムカつくかは人それぞれだけど、私は何も動かなくて時間過ぎていく方が嫌だからとりあえず動く。2体で殴るか1体出してアルベで殴るかだけど、一発で決めた方が早そうだな。このコンマ数秒に本気でストレスを感じる人は1回ゆっくり休憩した方がいいと思うよ。真面目に。
正直試合が長すぎたけど、せっかくグランプリ決勝進出したんだし、もう1戦だけグランプリの様子を倍速で垂れ流しておくぜ。レディオンがあまり引けない事故気味だったが、なんとか勝てた試合だった。相手のスリーブとスキンにこだわりを感じるけど、それはまた別のお話。それじゃあここまでご視聴ありがとうございました。ゆっくりしていってね。